どうも、サナマッチョです。どうも、マサシャパンです。ヒロキチです。今日はついにヒロキチ会長と私のベンチプレス対決をすると。はいはい、やってやりましょう。はい、普段お二人の体重って多分全く一緒ではないと思うんですよ。はい、で今日のモンスタージャパンのこのベンチプレス対決は確実にも体重もきっちり測って、はいはい、で今日上げたマックスの重量を体重で割った数、要は自分の体重の 1. 点何倍上げれるかっていうその正確な数字で今日は勝負しようと思います。あ、なるほど。はい、その方が分かりやすいですね。そうですね、はい、だからもう体重とか関係なしにもう自分の体重でこう何倍上げてるかっていう対決になります。なるほど、はい、分かりました。でサラマッチョさんは、最初の方はねホームトレーニングとしてやってましたけど、今現在結構設備のいいジムに通われてるっていうことなんですけども、はい、それで一体まあどれくらい伸びてるのかっていうのもちょっと今日は検証したいと思いますし、はい、このヒロキチ会長っていうのはこのモンスタージャパンのみで、トレーニングしてるわけです。だからモンスタージャパンのみでトレーニングして一体どれくらい成長してるのかとか、はい、モンスタージャパンでもこう十分に成長していけるっていうのをこう今日はアピールしていただきたいと思います。はいはいはい。で、まあ、せっかく対決なんでね、こうなんか負けたりしたらやっぱりこう罰みたいなのが欲しいんで、今日は勝った人が負けた人のこう言うことを、一つ命令して、その負けた人は言うことを聞かないとダメっていうふうに一つこう言うことを聞くっていうような罰ゲームをしようかなと思ってます。はい、はい、望むところですね。はい、じゃあお二人に意気込み、今日の意気込みみたいなの聞いていきましょうか。はい、まずはじゃあサラマッチョさん、今日の意気込み何かありますか。はい、まあ大体ですね、約1年前ぐらいに勝負してると思うんですよね。でその時私勝ったと思うんですよ。で私は何て言ったか覚えてますか。その時敗北を知りたいって言いました。懐かしいですね。はい、私はね、敗北を知らないんですよ。はい、敗北を知りたい。以上です。じゃあピロキチさん、今日の意気込みで、はい、はい、今日はあの憧れのサラマッチョさんと去年にもうずっとやろうやろうって言ってね、なかなか大会もかぶったりね、お互いのね、体の怪我とかもあったりで、僕もなかなかね、このぐらいの重量まで伸ばすのもなかなかね、頑張ってきたとこもあるんで、だからそうですね、サラマッチョさんといえばあのマオベイビーちゃんの告白を初断ったっていう伝説の男なん で、はい、でね、今日はちょっとマオベイビーちゃんの恨みを果たすようにベンチで頑張っていきたいと思います。はい、じゃあお二人対決しましょうか。まずはじゃあお二人にこれから体重を測ってもらいます。あ、はい、行きましょう。はい、そしたらじゃあピロキチ君からまず体重を測っていきましょうか。早速、はい、乗ります。トランクス状態ですね。乗りますよ。トランクス状態で完全に自分の体重のみで、さあ今の体重は 72.25、 今日の体重は 72.25 ですね。はい、そしたらじゃあ次はサラマッチョさんですね。サラマッチョさんの体重を測っていただきましょう。はい、サラマッチョさん、服はそのまま行くつもりですね。おっと、サラマッチョさん、ちょっと左足が浮いてます。左足もしっかり乗せてください。ちょっとせこいです、これは。え、65なんで、ちょっとフィジックポーズじゃなくて、はい、体重計ポーズで乗らないといけない、はい、あ、乗らないといけないですか。両足をつけて、はい、すいません、はい、そこはダメです。もう結構まずくない。78.15、まあ、78.15 っていうことなんですけど、まあ、大体この服が10キロぐらいあるんですよ。はい、ピッコロみたいな、ピッコロみたいな、そうですね、賞味68ですね。はい、はい、けどまあ一応それを着た状態で測ってしまったんで、はい、78.15 の体重でいきます。ちょっとハンデがあるな、仕方ない、まあ、まあ仕方ないです。 78.15 でいきましょう。はい、はい、じゃあまずはピロキチ会長ウォーミングアップしてますね。いつもチューブでこういった感じのストレッチをしてるんですか。そうですね、その後にだいたい腕立てとかをしますね。はい、ベンチの前に腕立てするんですね。これ何か理由があるんですか、ベンチの前に。そうですね、腕立てが一番ベンチには大事かなと思うんで、はい、普段じゃあベンチする前っていうのはもう毎回腕立てを入れてからこうベンチしてるんですか。そうですね、温める感じでやってます。まあ楽勝っすね、腕立てなんかは。サラマッチョさん、ちなみに何かこうウォーミングアップとかは。あ、こっち系ですね、サラマッチョさんは。やっぱこれが一番ね、精神だと思うんで、ね、あの精神面をちょっと高めていってるような感じですかね。そうですね、ちょっと無駄に疲れそうな感じがするんですけど。じゃあアップ2セット目いきましょうか。次は75でアップです。
ってるんで。お前ビートレーショットで新しいの顔が出ましたけど、やっぱりまだ絶えず思い入れのあるグローブを使い続ける広口会長。一つ言っておきますけど、これ私これ左右別のブランドですから、もうすごいかっこいいなこだわりがあります。こだわりがなさすぎて別のブランドです。スポーツショップで一番安いのをバーッと見ていってそれにしようと。じゃあアップ、これで3セット目、3セット目のアップですね。95キロです。15行きます。じゃあアップ最後サクッと上げて本番に臨みましょうか。うん、いいんじゃないですか今日。今度じゃあ澤松さん次は120キロですね。はい、これアップの最後です。これ最初アップです。はい、まあまあですね、今日も調子はまあまあですよ。よし、OK、じゃあ行きますか。広口会長、今日のメイン122.5、こいつを上げに行きます。ちなみに広口さん、マックスは 122.5、 この数字がマックスじゃないですか。そうですね、これがあればマックスタイになります。確実にマックスタイですね、これがあれば。おお、これがマックスタイですね。この後にもしあれば、ちょっと今日は125の質問なんで、ちょっと確実にこいつ行きましょうか。次も挑戦します。 OKOK、 じゃあ今日はマックス耐えられたんで、次は125上がらんと思った。いい感じだった、ちょっと腹減ったんで飯食っていいですか。ちょっとあ、マジですか、はい、ちょっと今行きます。たこ焼き食いたくなってました。あ、はい、じゃあ飯食って、じゃあどうも任せます。はい、たこ焼き食べていきます。あ、はい、あ、はい、どうもサラマッチョですけども、ですね、ちょっと今モンスタージャパンでベンチプレスやってるんですけど、足利さんどっか行っちゃったんですよね。なんでちょっと至急ちょっと応援で駆けつけてもらいたいんですけど、いいですかね。はい、はい、お願いします。はい、失礼します。お、誰か来た。おお、お、兄貴久しぶりです。来てくれた、来てくれた。はじめまして。では、はじめまして、ピンチって言います。こっちです、こっち。あ、すいません。すげえ。じゃあマックス 132.5 いこうか。ちなみになんですけど、 132.5 自分なりに上がる確率なんですが 50-50。あ、アチカさん、通訳お願いしていいですか。あ、ゴブゴブって感じですね。はい、はい、行きましょう。アチカさん、ゴブゴブじゃないですか。着替えたのに。しゃまあ、前回に続きちょっと今回も同じような一番しんどいところで止まってしまってますもんね。そうですね。なんで次は私130やります。確実になります。はい、オッケーです。マックスタイム変えます。はい、
さよなら。さよなら。まあ、さっきの感覚やったら上がりそうですけどね、 122.5 の感じの上がり方やったらちょっと 2.5 しか変わってないですから、さっきのに使ってなかったら多分上がります。ウェイウェイよし、でも前より下がってんな。まあまあ繋がったんですね。ああ悔しいな。いや今のはちょっと惜しいですね、ちょっと惜しかったです。多分重さ的に言ったらあと1キロぐらいじゃないですか、スキッといったら。で多分まあ次125もう一回調整したらちょっと厳しいかもしれないんで、まあ記録的には 122.5 ですかね、今日は、はい、ありがとうございます。でサラマットさんは、132.5 を失敗したんですね。はい、多分僕ちょっとたこ焼き食べに行ったんで、もうちょっと分かんないですけど、失敗したんです。失敗しましたね。じゃあ次、どうします、佐野さん。130。マックスさえ行きます。マックスさえ行きます。はい。はい。はい、じゃあ、さっきほど 132.5 私失敗しましたんで、マックスさんに130にチャレンジしたいと思います。で、130から上がる確率、50-50 です。あじかさん。5です。あ、5。ありがとうございます。おお、いやあ、結果発表。テンション高いですね。はい、こんにちは、浜田のダウンタウン浜田のモノマネです。はい、ひろきさん今日体重が 72.25 ですね。で今日上げた数字、最終的に上げた数字というのは 122.5 上げました。これをちょっと割ってみたら体重の何倍上げてるかっていうと 1.、まあ、約69、体重の 1.69 倍ベンチプレスを上げれるっていうような感じですね。はい、で対するサラマッチョさんは今日体重が 78.15 ですね。で今日は 132.5 と130失敗しましたけども、はい、普段まあ130は上げてるサラマッチョさんはね、はい、だから130で計算した場合は何キロぐらい、体重の何倍ぐらいかっていうと 1.66 倍ですね。サラマッチョさん今の体重で今日130上げてたとしてもフィロキさんには勝ててないですね。ひろきさん 1.69 倍上げてるんで、るサラマチョさんは 1.66 倍、はい、でもし例えば今日サラマチョさんが 132.5 上げてたとしたら、はい、1.69 倍でほぼほぼ一緒なんですよ。だから細かい数字まで見てしまうとひろきさんが一応勝ちですね。1.695507173、はい、サラマチョさんは 1.695454545 でほんまにちょっとした差でひろきさん勝ちになってます。はい、でサラマチョさんちなみに今日の記録だけで言うと、はい、120までですよね、上げてるのは、はい、そうですね。それを計算してみると1.53 倍。おい、なんだこの記録です、ね、だ今日の体重だけで判断するとサラマツさん 132.5 上げてたとしてもピロキさんには今日は勝ててないですね。なるほど。ただサラマツさん今日ねなぜかこう服着た状態で測ってますから、これもサラマツさん完全に裸の状態で測ってるともしかしたらあと 0.3 キロぐらい、はい、で300グラムぐらい軽くなったかもしれないんで、ちょっともしかしたらそうなってくると計算変わってるかもしれないですけど、まあどっちみち今日のサラマツさんはもう 1.53 倍しか上げれてないんで、もう完全に負けっていう感じになってます。はい、でひろきさん今日買ったわけなんですけど、普段トレーニングってのはこのモーサージャパンでやってるわけなんですよ。でサラマッチョさんはまあ結構設備のいいジムでトレーニングしてるんですけども、まあ何が言いたいかっていうと、このモーサージャパンでもこう十分に成長できるっていう感じですよね。ひろきさんどうですか、その辺は。そうですね、そんなことで今日僕買ったんでサラマッチョさんにちょっとしてほしい、何でも言うことを聞く。あ、そうですね、最初に言ってたその罰ゲーム、ひろきさん買ったんで、はい、何かこうサラマッチョさんにこういうことを聞いてほしい。モンスタージャパンのイベントがね、はい、あの今月の26日、はい、あの愛知県 の、はい、あのオスノースである、はい、まあ、マー君の、はい、次はあれですね、背中とか、はい、トレーニングを公開するイベントあるんで、はい、その時にサラマッチョさんを拉致していくっていう、はい、そうですか、あれを、はい、っていう感じですね。いやいや、僕はあの愛知とかちょっと無理なんで、あのこれ今奈良じゃないですか、はい、これ奈良から基本出ないんですよ、はい、
だからもう行かないです。愛知とかは行かないです。いやでもそれぞれ一応負けたんで、はい、もう罰ゲームなんで、言うことないか一つ聞くっていうのはもう守ってもらわんと、ちょっと示しがつかないんで。はい、いやいやいや、そんな約束とか僕はもう破るのは当たり前なんで、もう絶対行かないです、行かないです。愛知は行かないです。どうしても行かないです。行かないです、行かないです。じゃあすいません、ちょっとここはもう無理やりでもちょっとです。いや、行かない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